娘どもも泣きまどいて母君の買いなくてさすらえたまいて行方をだに知らぬ行方をだに知らぬ代わりに人並みにて見立てまつらんとこそ思うに去る者の中にまじりたまいなんことと思い嘆くをも知らで我は意図を覚え高きみと思いて文など書きて起こす手など汚げのを書きて 殻の色紙香ばしき香に入れ締めつつ入れ締めつつおかしく書き,書きたりと思いたる言葉ぞ糸をたみたりけるで娘たちも亡きまどってこの姫君の母君つまり優顔の女ですがその母君が 内運命に引き入れられてさすらっていらっしゃってまだあんな変死のような状態で光源氏の手の中で息を引き取っていったというあの古屋敷での事件っていうのはこの人たちは知らないわけですから乳母たち遺族の者たちは知らないで、えー、で姫君だけ預けられていたその姫君を連れて、えー 20年近く前に筑しへ下ってきたわけですから <laughs> で母君の飼いなくてさすらえたまいて,ていうふうな形でこう夕顔のことを想像しているわけですね。行方をだに知らぬ代わりに一体その水方へ行ってお芝居になったかそれもわからない代わりに。 この方を人並み並みにて見立て祭らんとこそ思うに姫君を貴族社会の人並みの方としてお見申し上げようと貴族社会における人並みの形でお世話申し上げようとそう思うにつけても そんな変なものの中に入って境遇惨めな境遇に同じになることとんでもないと思い嘆くをも知らで <coughs> 我は々と覚え高き身と思えて文など書きて起こす。相手の太右の言の方からは俺はなかなか人角の人望のある男なんだ。と変な自尊心を持ってそして文などを書いて持たせて起こす。その文を見るというと手など 汚げのをかけて文字の書きようなどまあ一応美しく書けていて用紙は殻の色紙に白らいの色紙ににおいのいいお香を焚き締め焚きしめして丹念ににおいづけをしてあるわけです。で趣深く書きたりと思いたるその言葉自分では なかなか見事な手紙が書けたと思っているその言葉実は「糸をたみたりける」「田舎風になまっているってことですね。田舎めいて体操なまっている。